国立大学法人評価委員会は、国立大学法人法に基づき、国立大学法人及び大学、共同利用機関法人を評価するために2003年10月1日に、文部科学省に設置された審議会。国立大学法人評価委員会の評価は、各国立大学法人の中期計画、または年度計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、 並びに、これらの調査及び分析の結果を考慮して、当該期間、または事業年度における、業務の実績の全体について総合的な表情を、して、行わなければならないとされている。中期目標期間全体の評価は、独立行政法人大学改革支援、学位授与機構に対して、教育研究の状況についての評価の実施を、要請し、 当該評価の結果を尊重することとされている。評価結果は、総務省の独立行政法人評価制度委員会に対して通知するとともに公表しなければならない。この時、評価委員会は、国立大学法人に対して、業務運営の改善その他の勧告を行うことができる。総務省委員会は、評価委員会に対して、意見を述べることができる。 文部科学大臣は、中期目標期間の終了後、各国立大学法人の業務、組織等について検討を行い、所要の措置を講ずることになっている。その際、文部科学大臣は、国立大学法人評価委員会の意見を聞かなければならない。この時、国立大学法人評価委員会は、各国立大学法人の主要な事務及び、 事業の開廃に関して、文部科学大臣に勧告することができる。2003年10月1日に、以下のような内容の国立大学法人評価委員会令が施行された。1委員20人以内で組織する。2委員の要件は、大学または大学共同利用機関に監視学識経験のあるものであり、文部科学大臣が任命する。3委員の任期は2年。再任は 4委員長は委員の五選により選任。5委員会に2つの分科会を置く。委員会の開催要件は委員、臨時委員の過半数の出席。議決は出席者の過半数を要する。委員会は関係行政機関の長に対し資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。国立大学法人等は 委員会の評価結果に対して意見の申し立ての機会を与えられる。当該意見は評価結果と合わせて大臣に通知され、公表される。委員会事務局は、文部科学省高等教育局、国立大学法人支援課が担当。平成31年2月10日現在の委員は、以下の通り、ありがとうございます。